ボサボサです。ボサボサです。そしてすごい七夕だー。私が行けなくて泣いてる。あー悲しい。カホも泣いちゃう。ピエンピエン。顔を作ります。流れ星。今日は里かほラボなので私は着てく服はね、着れたんだけどね。そう、決めたんだけど、まだちょっといろいろと顔ができてない。ほら、目とかね、まだチークもしてないんだけど、こんな感じ。あ、なんかここなっちゃった。ハイライトです。今日は長袖にしようかなと思って。長袖だと暑いかな。ハイライトです。これはれた。次はチークです。もうこれでいった方がいい。でもね、写真が盛れないんだよね。チークはこれぐらい。ちょっと下目にしようかな今日。全然つかない、ついてないような気がする。あ、ついたついたついたかも。どう。ついた。ついてる。ついてるか。眉毛がないように見えるのは、あの、多分白飛びのせいだよね。ってことにして、ノーズシャドウとシェーディングをします。鼻をね、高く見せないとね。あ、どうしよう。ん、どうしよう。うん、どうしよう。どうしよう、どうしよう。スタカホラボにのどうしようだ。ノーズシャドウはこんな感じです。あれ、あたたたたた。予約した。本当嬉しい。
細くなりますようにっていうね、あの気持ちを込めて、七夕に願いを込めてセッティングをします。あ、ゴー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 、どうですか、小顔になった？今日はこのマスカラの、オレンジのマスカラを買ったんですよ。結構オレンジかな。これをねしてみようかなって思ったけど、ちょっと結構オレンジすぎるかな。どうしようか、どうしようかな。変わらないね。変わらないとか言わないの。今日顔薄いね。きっとね、皆さんはこの顔の方が好きでしょ？知らんけど。リップもオレンジにしようかな、じゃあ。ロンティーのサイズ、カオが着てるロンティーのサイズ、なんだろう、なんだろう、あそこにあるんだけど。あそこにあるんだけど、ちょっと後で見てみるね。あ、こめっちゃ濃いかも、濃い、濃いかも。濃くない？濃いかな。どう？そうでもない、結構取った。結構取っちゃった。ほんと？うん、いつも最近薄いからかな、気になるのかな。ちょっとまつげしますね。まつげはこれ100均のビューラーなんですけど、これを下でこう、下まつげをこう挟んで、アプリのフィルター使ってないんですよ。多分今日黒い服着てるからだと思う。かわいかった。あ、でもこう見たらほら濃くない、口。黒い服着てると思われるの。下もね、なんかね、最初はまあ下手だったんだけど、何回かやってたらね、慣れてね、できるようになるよ。
そう、軍艦巻き効果、ショールームするときは黒い服がいいです、おすすめやらないけどね、多分きっとみんなはやらないだろうけど、前髪も伸びてよね、アイロンやばいよね、こんなすっごい寝癖でも今日は何時に起きたかな、まあまあ遅かったかも、今日も起きたの、起きた時間、皮膚つまんでいたい、嘘、あーでも最初そうかも、今日ちょっとあんまりうまくできない、ほらまつげ上がった、あ、お母さん帰ってきたかも、車の音がする、どう？違うでしょ、じゃーん、ちまいもお母さん帰ってきた、一緒のお母さんもしかして運転したいけど免許取る時間とまあいろいろとちょっと考え中です、車を持てないから置くところがなくて、だったら今じゃないかなみたいな、ほらこんな感じ良いのでは、そしてマスカラを塗ります、ちょっとこっちの目を気に塗りたいのでちょっと分けるとあれだけど、このオレンジを塗ってみますね、変わるかな、あー結構オレンジだ、どう？結構オレンジじゃない？やばいかな？やばい？ちょっと笑っちゃうと涙袋に色がついちゃうよ。どう？結構オレンジだね。ちょっとチャレンジしすぎたかな？目尻だけに塗るとかにした方が良かったかな、どうだろうか、どう思う、見た感じはそんな変わらん、いっか、いっか、そうマスカラね、青も持ってる、青と昔赤使ってた時があったんだけど、だけどなんか結局黒が一番だなと思って、でもこれが新しく出てて、新しく出てたから気になっちゃって買ったのよ、で買ったし使おうと思って、何かが崩壊した、使おうと思って使いました、
わあ。前髪についてる。オレンジ？オレンジだ。オレンジじゃない？アイライン茶色とかにした方がいいかな。でも茶色持ってないんだよね。なのでグレージュグレージュで引いちゃおう。そう、グレージュなんです、これかな。昨日の公演もグレージュだったよ。あ、いいかも、意外となんか変わんない、いつもといつもとあんまり変わんないかも。変わってるように見える？それじゃ髪の毛をやります。なんかここの髪の毛めっちゃオレンジに見える。今日は巻こうかな。あ、でも雨降ってるじゃん雨降ってるじゃん。そういえば巻こうかな。どうしようかな。そう、雨降ってるの。ケープしたらいけるかな。いけないかな。ちょっと唇を増やしますね。うん、ちょっと増えたというわけでアイロンします。アイロンは150度ぐらい。カーテンすら開けてない。私も開けてないよ。どうしよう。なんかゆるい外羽にしようかな。こんな感じ。こんなゆるい感じの外羽にしようかな。どこ行くの？里川ラボです。今日は皆さん里川ラブですよ。忘れたなんて言わせない。
どうぞ。巻きかな、ウェーブとか、ウェーブにしようかな。先に前髪やっていい？前髪やった方が写りがいいからね。前髪は私のやり方は、私はね、ここがね、こっちにこう入っちゃうんですよ。だから真ん中で分かりやすいので、まず前髪がこうあって、下地を前髪の下地を根元からこうまっすぐさせて、でその後に一緒にこうしてます。前髪の下地大事よ。そしたらあとは普通にこうアイロンするだけ。